トストンウェクフルシド・ウルリハムダノフは、ウズベキスタンのサッカー選手。ウズベキスタン代表。ポジションは FW。FC ブニョドコルの下部組織出身で、トップチームに昇格。2018年3月15日に、ロシアプレミアリーグの FC アンジマ8から28ヶ月の契約で移籍。背番号は7番。2019年2月15日に FC パフタコール、タシュケントに移籍。 U-19 代表として AFC U-19 選手権2014に出場。2015FIFA U-20 ワールドカップに出場し3得点を記録。この大会での活躍によってアジア年間最優秀若手選手賞をウズベキスタン人として初めて受賞した。その後 AFC U-23 選手権 2016AFC U-23 選手権2018に参加した。A 代表初出場は2016年6月7日のカナダ代表との親善試合。その後 AFC アジアカップ2019に出場した。2019年11月9日に行われたキルギス代表との親善試合で代表初得点。ありがとうございます。